どうも、ジバジャーの前島です。今日は、ふわふわの白いオムライス。ぜひ簡単ですので、一度やってみてください。はい、玉ねぎ、ケチャップ。コンソメなかったんで、とりあえずシャンタン。はい。で、鶏肉。これでケチャップライス作っていきたいと思います。鶏肉カットしていきます。オイルね。バターね、一言ね。玉ねぎ、あとエンドね、シャンタンね、コンソメとコンソメです。で、塩コショウね。で、鶏肉に火が通れば、次お米、ケチャップ、ウスターソース、隠し味。ちょっとこれだけ味見します。うまっ、もううまい。さて、じゃあ今卵ですね、白身と、黄身に分けていきたいと思います。じゃあ軽くね、シーズニングだけ振りたいと思います。ほんと軽く、一回これを押したいと思います。これで滑らかなね、白身になります。ここは菜種油ですかね。フライパンになじませます。先ほどの、卵白の部分だけですね。はい、流し込みます。いい音。さあ、端っこつまみます、つまみます、つまみます、ね。うん、大丈夫。ここにちょっと卵ポケット作りましょう。完成。白いオムライス完成でございます。いいですね。さあ、白いオムライスが完成しましたので、これ食べたいと思います。さあ、スプーンをどっから入れるか、どっから入れるか難しいな。白いは残すか、そう、崩れそうか、この辺、まあ、いっちゃうか。スーバンだ。うわ、絶対うまい。いただきたいと思います。ふわふわですね。うまっ、うまっ。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お父さんクッカーですね、私石橋頭石橋監修しました。お父さんクッカー、 Amazon でですね、お父さんクッカーって調べていただければ、これ一つでレンジで簡単に料理できるというのを、やっております、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。